たんだけど、今年30になるんだけど、だんだん高いとこが苦手になってきたみたいです。どうもジュリアです。ひとまず初防衛戦金網マッチ決まった時より日が近づいていくうちに、どん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 ぶっちゃけ不安になってきてしまって、だけど今日防衛できたのはテクラと桜井、私たち3人バリバリボンバーズの絆がとても強かったからなんじゃないかなって思ってます。ありがとう、ありがとう、テクラ、Thank you。そしてちょっと話変わるんですけど、ちょっと個人的な話をさせてください。7月4日と5日、皆さんこの日何があるかご存知ですか？ちゃうちゃうちゃう、それじゃない、多分、お、そう、新日本プロレスでストロングのなんか大会があるんですね。そこで私、前々からちょっとチャレンジしたい、してみたいことがあったんですよ。そう、外国に行ってみたいなっていう。なのでここに宣言しておきます。中継どれ、新日本プロレスさん、ストロングの興行にジュリアを出せ、そこにウィロー・ナイチンゲールを呼べ。また一つ新しい目標ができました。ぜひ皆さん見守っててください。アリベデルチ。あとはおマイクを頼んます。マジャー、代々木大会にお越しの庶民の皆様、ごきげんよう。どんなデルモンドが初の金網マッチアーティストを初防衛いたしましたか。この金網の高さ、私が今まで行ったニューヨークのエンパイアステートビルやパリのエッフェル塔よりも高く感じましたわ。怖かった。私たちは今夜ジョジョ園で網焼きのお最高級なお肉をいただきますが、あなたたち庶民は富士そばでコロッケそばでも食べなさい。ジョジョ園、ジョジョ園、ありがとうございます。それじゃあごめん遊ばせ。
ただいまの試合は16分47秒テクラ桜井舞ジュニア組の勝利。アーティストオブサウンド選手権初の応援に成功でございました。絶対負けられないなって思って、なんかすごい突然力が出たっていうか、つまりは私たちがこれだけ今まで積み上げてきたこの時間はしっかりと形となって、熱い絆で、まあ、結ばれてきたってことなんじゃないかなって、今日の金網戦ですげえ実感しました。はあ、あー FWC 強かった、さすが岩谷も、まあビビってたけど、油断は1ミリもしてなかったからね。なんかある2人は、はあ、It was really fun. It was actually really fun to be in that case. We out there. 後半もね、ちょっと、まあまあ、We're still champions. As I said, we're gonna get in there. We're gonna get out there, and that's it. あとやっぱり2人がすごく引っ張ってってくれて、最後ジュリアが逃げろって言ってくれて本当にありがとう。ジュリアのおかげ、出てくるもありがとう。最高ジュリア。でもさ、桜井がさ、STF で2人をまとめ上げてる間に出れなかったからごめんね。でも置いてかなくてよかったね。はい、まあ、さ、今日はジョジョ園で、はい、いいかな、頑張ってくれるということです。美味しいお肉食べに行きましょう。あとはリムジンパーティーでもしようかね。初の防衛のお祝いということで、桜井のおごりでありがとうございました。あー、そうそうだそうだ、ちょっと待った、一つあるのよ。さっきリング上でも言ったストロング王座にこの私が挑戦してやるっていうこと。あ、何今のチャンピオン、なんとかゲル、なんとかチンゲル、うん、AEW 所属だってね。今度 AEW のタイトルマッチトニーストームにも挑戦するのってね、知ってるよ。でもさ、ニュージャパンのベルトでしょ。ニュージャパンで防衛戦しなくていいの？日本でやんなくていいの？なんだかニヤついた外国人が持ってるよりもジュリアが持った方がベルトに権威がつくんじゃねえのかって話なので、私はこのベルトをまずはこの日本で挑戦させてもらうから、ナイチンゲール日本で待ってるよ。はあ、ちょっと待って。おいおい、なんだよなんだよ娘。言いたいことが、言いたいことが、なんだよ。ナイチンゲールはあなたが思うよりもずっとずっといい選手です。はあ、アメリカで戦った私が誰よりも分かってる。彼女は本当に強い、本当に強いから。体だけじゃなくて心も強いの。ストロングの女子のベルトを手に入れても、そこで満足することなく AEW のベルトにチャレンジする、常に上を目指す彼女の姿勢を私は尊敬する。なんちゃらゲームとかもっと敬意を持って彼女に。まあいいよ、てめえはよ、一生尊敬でもしてさ、挑戦者で終わってればいいんだ。てめえはさ、何、私たちに何にも知らせがない、ストロング王座、あ、日本にいる私たちは知らぬ間にトーナメント始まってさ、何にも聞かされないのか。戦ってもいないくせに。だからてめえはさ、日本で何、向こうであいつに勝ったの、負けてんじゃねえかよ。何ミノをなめんなよ。なめてねえよ。何言ってんの。泣いてねえよ。なんだよその顔は。何、なんちゃらゲールとかそういう
怖すぎないか。あ、だよ。やめえ。私に噛みついてきた。どういうことか分かってんのかよ。ジュリアが禁断の扉開いてやるよ。2023が今年も開幕。7月23日日曜日、大田区総合体育館、激闘の始まりを見逃すな。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービス、スターダムワールド。試合はもちろん、オリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。